美味しい水。テレビ番組出演し、互いに相手に勝つことを誓い合った新庄ドームとパウラドードは、ついに再び東京ドームで激突した。そしてドードはドームが投げるサンダーバキュームボールを2球続けてファウル。3球目を山崎選手から借りたツチノコバットを短く握ってジャストミートを心がけたのだった。パウラドードは山崎選手から借りたツチノコバットで対決した。だがバットは粉々に砕け、ピッチャーフライとなってドードは敗北したのだった。しかしドームの超スピードボールにはキャッチングミスを招き盗塁を許しやすいという意外な落とし穴が待っていた。有田をはじめとするジャイアンツのキャッチャーは時速300キロに挑む命がけの特訓を開始。一方パウラ・ドードは魚影のきらめきの中に魔球打倒のヒントを掴んでいた。宿敵ドードの秘密兵器。新庄ドームは嵐を呼ぶ魔球サンダーバキュームボールでライバルドードの見事を打ち取った。だが中日戦でサンダーバキュームボールは盗塁に弱いという欠点を暴露。その弱点を克服するため努力を重ねるドーム。一方再びドームに挑戦するため不屈の闘志を燃やし続けていたパウラ・ドードはお寺の鐘つきからついに究極の魔球打倒のヒントを得た。特注のバットでサンダーバキュームボールを打つと宣言したドーム。そのバットがついに火を吹いたのである。新発売。再び激突した新庄ドームとパウラドーム。二人は激しい死闘を展開した。ドードの枯れつき打法を抑え、ドームはやっとのことで勝利をものにすることができた。戦い終わって爽やかな二人、ドードは再び相撲の世界へ戻っていくという。翌日、小石川小学校は父親参観日だった。父親がいない寂しさを笑顔で隠すドーム。そんな時、藤田監督をはじめとするジャイアンツの選手が父親代わりとして突然クラスに姿を現した。寂しさが吹き飛んだドーム。ペナントレースを戦い抜く闘志はますます燃え上がるのだった。華麗なる挑戦者、パウロス登場。ドラー2、このシステムが差をつける。新庄ドームのサンダーバキュームボールが当たり、もはや向かうところ敵なしのジャイアンツ。ついに首位に躍り出たジャイアンツに念願の優勝マジックが点灯した。だが広島は中日とともに打倒ジャイアンツを目指して猛追撃をかけてきた。そして迎えた巨人広島の直接対決。もし広島が勝てばジャイアンツのマジックが消えるというこの大事な一戦で、ミスをレリーフしたドームの前に新外人カルロスが出現。その機械な打法は見事サンダーバキュームボールを捉えた。しかし平凡なレフトフライに打ち取ったかに見えたカルロスの打球はレフト原の不可解なエラーを招いたのである。